ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。カーポン持ってきました？知らなかった。あとで買いましょう。買おう。海パン。そうですね。でもやっぱタイといえば、まあ、いろんな料理がありますよね。トムヤムクンとか、そういったものをちょっと現地でぜひね、食べてみたいなっていうのと、あとトゥクトゥク有名じゃないですか。トゥクトゥクもちょっと乗ってみたいなと思ってます。みんなも一緒にトゥクトゥク。どうしよう、マジで。2回目ですね。なんとかなりますか。中川。中川で。嘘でしょ。本当に言ってる。事件が起きました。パスポートを忘れて。うわ、準備バッチリにしたと思った。おはようございます。私は今、ね、成田空港にいます。一つ忘れたものがあります。そちらはパスポートです。また一緒にプール入ろうな。うわ、すげえ。ありがとうございます。非常に助かりました。やりますよ。今から6時間の旅ですが、ここからです。皆さんもね、こいつ忘れないようにしましょう。お疲れ様でした。どうですか、元気ですか。割と大丈夫な方だと思います。長い一日でしたね。そうですね、まさかの準備は9時に済ませたはずだったんですが、パスポートを忘れるという指定を持ちました。違うアジアっす。うまいに決まってるじゃん。何エビなんだろう。何ですかね。こいつが多分相当うまいっす。出汁が超出てます。エビ僕好きなんですよね。あ、これこれうまいわ。かなり。あ。今タイで大人気の。どうなんだよ。あ、そうなんですか。気をつけて。これ服とか。そのまたさ。やっぱ粉がね。チョコの粉が多分パウダーが結構かかる。サディカップエルメンタイランド今瀬です。今回ね、こういろんな、おしゃれなね格好をして、すごくね楽しかったので、ぜひね、その写真を見てください。このエルメンタイランドのインタビューもぜひ記事で読んでください。よろしくお願いします。またね。1 2 3 4 5 6 7 8 9สวัสดีครับ。焼ける。もし辛かったら違うの買えなって。前も言うてじゃないですか。結構辛い。そう、辛くなくても刺激はあると思います。T シャツに落とす瞬間を捉えてください。え、落とさないといけないですか。フリー。嫌だ、嫌な冗談。これ結構辛いですか。辛いです。
そこそこ。のど的に大丈夫ですか？あんまり食べないで。あ、ピリ辛です。なんか香辛料の感じがめっちゃ美味しいですね。テンション上がる気がします。普通に楽しめばいいと思う。でも最近の僕意識そこっすね。やっぱ楽しむが大事な気がしたので、引っ張られずに、うんうん、それやっぱ大事っすよ、うん、Sing with me ta da 1, 2, 3, 4. この感じ、今すぐ Sorry, so long, ha 1, 2, 3. シーン。まあ、もしシーンって、もしもあるじゃないですか。待ったらもうすぐマイク持って。すぐ何事もなかったから。ないとも言い切れないですからね。わかんない。リアル。Sing with me, Thailand. Sing with me, Thailand. かわいいわ、なんていう。奈良ちゃん。奈良ちゃん。お、これバレバレですね。動線が。熱い。うわ。お、結構いい。ハロー。結構いますね。上も下もいい。割と結構いい。皆さんの声援も、そしてこう一緒に歌ってくれるのがすごい一体感があってすごく楽しかったです。特にやっぱナイトダンサー盛り上がりすごかったですね。素晴らしいダンス集団が来ましたので、自分もついていけるよう。おめでとうございます。こんにちは。すごいですね、すごい。楽しかったですね。いい充実した一日をくれたと思います。明日まだここからですからね。今日からって感じですから、頑張って気合入れていきましょう。夜は長い、もうもつかない、何も止まりそうな、君といたい。おはようございます。よろしくお願いします。どうさん、私はキノコです。キノコです。青キノコ。わかりました。いました。イヤモニ3回目で3回言わないでパントマイム大会。イエーイ。サオジさん、いませんちょっとナイトダンサーだから。ヤンヤン、めでキルイ。おいしい。おいしい。うまい。あー、オーケー。食べてダンシングのセンタイム。おもろすぎる。もはやおもろすぎますよ。これまでライブ経験とか少ないわけですし、やっぱりよりこう、なんでしょう、難しい課題を乗り越えることによって、すごい成長ができるといい経験ですね。カビカー、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 オーケー、レッツゴ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 ー、いきます。ではまた会いましょう。1時間後に、こう、ありがたいことでフレンドに接していただきまして、仲良くなれたと思います。ぜひ今度逆にこう、日本に来た時もどっかご招待できたらいいなと思ってます。うん、ちょっと辛いですけど、はい、めちゃめちゃ美味しいです。
灰で地面がこう雨っていうのがすごくね、いい映像が撮れるんじゃないかと思いますよ。楽しみですね。夏にトゥクトゥクはぴったりですよ。そしてこの街にやっぱナイトダンス合いますね。皆さんもぜひトゥクトゥクにお乗りの際はナイトダンサー、まあ、僕の曲全部メドレーで歌いましょう。さあ、ありがとうございます。でも本当にこう充実した4日間で、すごくね、こうショーケースもタイの皆さんと盛り上がることができて、すごく楽しかったですし、まあ、本当にこうタイの皆さんも一緒にこう日本語で大合唱してくださいまして、本当になんか自分の曲をちゃんと聴いてくださって一緒に歌ってくださってすごく嬉しかったですし、あと特にあれですね、トゥクトゥクも乗ることができて、そういうのをタイの街並みをね、トゥクトゥクでこう風を切りながら楽しむことができてよかったです。次はあなたの国に行くかもしれませんよ、ね、まあちょっとね、行けるように頑張りたいと思いますので、これからも、僕も楽曲とかライブとかいろいろ頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いします。バイバイ。